アーケードバンツルリン君は1989年にコナミよりリリースされた MSX2 用ゲーム。1989年にコナミより発売された MSX 用ゲーム集コナミゲームコレクション番外編の一発ゲームのコーナーにハイパー,ソーメンと共に収録。コナミゲームコレクションシリーズのうち 本作が収録された番外編のみが MSX に以降対応となっている。他のコナビゲームコレクションシリーズと同じく SCC 音源対応ソフトであり、スナッチャーのカートリッジを挿したままプレイすると音源が豪華になる。プレイヤーはツルリン君となり、お経を読んでいるお商さんに気づかれないように備え物の餅を盗み食いする。MSX 版では十二個の餅をすべて食べきると、 満腹となって一面クリア。アーケード版では6個の団子をすべて食べきるとゲームクリアとなって景品入りカプセルが出てくる。餅を食べているところをお正さんに見つかるとカツを食らいミスとなる。3回カツを食らうとツルリン君が目を回してゲームオーバー。1990年にはツルリン君のタイトルでプライズゲームとしてアーケードに移植された。主に ショッピングセンターなどの空きスペースに設置するために、コナミが開発した、小スペース型の景品払い出し型プライズマシン、コナミミニエンターテイメントシステムの第一弾である。コナミの用語では、小型 SC、プライズマシンと位置づけられる。MSX 版との違いとして、一部グラフィックに変化が加わっており、デモ画面をはじめとして、ゲーム中でも仏像が開眼するなどの細かい、 アニメーションが入っている。時間制限があり、時間内に団子を全部食べきらないと、タイムオーバーとなって、おしょうさんが度胸を終えてツルりん君が連行されてしまう。楽曲は、MSX 版と同一のものが使用されており、SCC 音源で再生されている。アーケード版のツルリン君の景品交換については、あくまで、テレビゲーム感覚のモニター付きのプライズマシンであるため、 ビデオゲームとしては扱われず、クレーンゲームなどと同じ、エレメカに該当する。10円硬貨と100円硬貨に対応した、2A 筐体である。1プレイ30円以下、景品の限度額が90円以下なら、風俗営業法の適用外となるため、30円で1プレイ、100円で4プレイという設定が多い。アーケード版、ツルディくんの発売と、ほぼ同時期に、風俗営業法における、 プライズゲームの景品の限度額が引き上げられ、それがニューフォーキャッチャーなどの登場とも相まって高額商品を提供するプライズゲームのブームにつながったというアミューズメント業界の歴史があるが、粉ミミニエンターテインメントシステムの提供するゲーム内容はそのような客層を対象とはしておらずあまり影響は受けなかった。その後のミニエンターテインメントシステムは第二弾。 コケッコ、第3弾、ウーヤーターが1990年に発売。翌年1991年発売の第4弾、ツリッコ、ペンフト市では、景品の提供を取りやめ、メダルゲームとなったが、同年発売の第5弾、スライムクーンでは再びプライズ払い出し機構を搭載した。同じく1991年発売の第6弾、マリオルーレットは任天堂、ニンテンドー。 スーパーマリオワールドの世界観や音楽を使用したものである。釣りっ子、ペン、太とや1992年発売の第7弾イモホリ、ペン太とに登場するペン太とも、もともとは MSX、結局南極大冒険に登場したキャラクターであるが、こちらは原作との直接的な関連性は薄い。景品の払い戻し確率は4段階まで変更することができる。 過去の名作ゲームがてんこ盛り。コナミの MSX ゲーム伝説8、MSX30 周年、週アスプラス。ありがとうございます。